はい、それでは超美少年会議です。さらに、アカミです。やったーということで、本日の動画はこちら。ウオタメに来ております。はいはいはい、はい、そんな企画ありましたっけっていう感じなんですよ。金のくらい行きたかったんですけど、ちょっとどこもね、今予約が取れなかったので、ね、同じくらい安いね。ウオタメさんに来ております。ということで、本日2人に来ていただいて、その4人で1万円食べていきたいと思いますよ。でもね、1万円4人だと余裕ですよ。2500円分の飯だから。そうですよ。割とこの4人で集まるの、すごい俺は感動的なんですよ。そうなんですよ。今年も大学の勉強したそうですね。ということで、本日の1万円、頑張っていきましょう。エッサーマン。シッシッまずドリンクじゃないですか。え、ビール。ダメです。あの、お兄さん、今ね、二人じゃないとダメなんですよ。お酒がマンボウなんだね。お酒がマンボウ。お酒がダメなんだね。お酒がアルコールがダメなんで、でも俺お酒飲みたいってことで、俺はノンアルコールのビールにします。ノンアルのビール飲む人。はい。何飲むの？オレンジジュース。なんか痩せられるビールもある。え、俺痩せるビールの方がいいかな。なんでデブなの？うん、卵とで全部飛び火に。いや、そう、まあ、でも色取りって言ってるからお酒頼むのに。皿がね、刺しの叩き。いや、肉なのよ。じゃあまあね、刺しに食べたくない。じゃあ行きたい。行列だ。え、餃子を強いの。噛んだ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 。そういうこと？だから刺身の醤油皿みたいなもんだよ。そうだよ。これを刺身醤油皿。割ることになる。はい、ということで。はい。乾杯いたしましょうか。今度をね、お前に取っていただいて。あ、温度隊長なんで。いや、違う。初耳。俺も初めて言ったの。じゃあ、スカイピースのこの企画の成功を。願うしかない。何を守った？祈って。願いましょう。はい、乾杯。片手か。片手か。あー、うまい。うまい？っていう感じなの？案外初めて飲んだかもしれない。俺意外と嫌いじゃないよ。何だろう、難しい味がするわ。大人の味。いや、美味しくないって言ってるから。これ食べましたか？カニクリームコロッケがいいぞ。俺カニクリームコロッケ頼もうや。少しポテトリてか注文してない。そうだ、オレンジジュースもう一杯です。俺ね、コーラ飲みたい。もうやめんの。お前せっせっ大学のエピソードするなら、ここには実はね、幻のシックスマン。そうですね。ファイブメンだ。ファイブメンだ。空手がめちゃくちゃ強い、ジャッジーっていうやつがいるんだよ。空手がですね。そう、空手が。で、あれ、ポケモンの打撃みたいな。確かに。確かに。青いからね。一番ちゃんと授業に行って、行ってた。いやいや、一番いいよ。多分俺が、いや、さすがに。多分俺とサラメ君は行ってなかった。そう。ここじゃ行ってなかった。充電したから。いや、サラメ君は。16、3、1。夏休み5ヶ月ぐらい。大学の夏休みってさ、9月スタートじゃん。9月ちゃうよ。8月、9月で休み。で、10月からスタート。そうだ。俺、11月まで休みだった。もちろん休みあるんだよ。そういう人からしてた。俺は11月ぐらいまで休みで、久しぶりに来たら生きてたんだ。そうだね。やめるんだって。しかも1月以来から寒くなって来なくなった。せっせっ。サラメ君の留年聞いたとき、俺たちでゼミ違うじゃん。ゼミ違うじゃん。ゼミ一緒、ゼミ違うじゃん。台湾旅行があったのゼミの。台湾旅行を俺たちもうその頃から2人でさ、制作物とか好きだから、パンフレット作るみたいな。そうだね。2人でアイディア考えて、サラメ君がこう作ってみたいな。冗談で台湾行きたいっすねーとか言ったら、本当に行く流れになっちゃって、そうそう。じゃあガチで考えないといけないねって言って、俺めっちゃJPとか行きまくって、これプランめっちゃ考えて、もう予約までして、でパンフレット作って、本当にポケモン5やってたから、ポケモンゴーみたいなやつにしよう。二人でさ、台湾ゴーみたいな。そう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 。やってたら、俺が就活してて、会社の面接終わった後に、相模君が電話来て、ごめん、行けなくなった。え、なんでなんでなんで。俺、留年行きました。で、台湾なしって。俺、えーつって、なってよつって、どういうこと思ったら、もう、みんなおつや。で終わり。マジで終わり。結局、卒業の打ち上げには、台湾料理屋さん行ったよ。せっせっ。シュワンザー、どこのご主人様？ご主人様。いただきます。いただきます。いただきます。どうしたんだろう。今度はこれね、カニクリームコロッケ行くわ。今お金どのぐらいなの？これも1万円？うん、わかんない。もう行ってそうだよ。これも行ってそうだ。ただいまの料金、パン、9364円。もう終わり。サーモン。これエビ。これね、エビ2つしかないのよ。増殖船。あ、どうぞとかじゃん。せっせっ。ありがとうございます。すみません。水と、しかも見た目全然違った。水と、これテキラーと俺車で帰れないから。匂いからやめてテキラーだよ。
じゃない、それさ、違うのよ。ポツ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 、ちょっと落ち着いてもらって、シッシッ。はい、で、これ今ゲームになるのが、これね、水外れでお水だったりです、うん、温まるとエビがね、2本しかないので、水食べられる、水の人はエビ食べられます。はい、選んで、俺最後でいいか、うん、結構わかんない、見ないことだよ、ちょっとこれね、もう、うん、じゃあ俺、ずっと大丈夫だ、はい、で、水があったりじゃないね、待って待って待って。ちなみにだけど、あの俺はこれ飲むよ。ちなみに、ちなみに、お兄さんのあれ次第だ。確かにね。じゃあ、乾杯。乾杯。テキーラ、ダウン、フィッシュ。水が食べれる。水が食べれる。テキーラ、乾杯。せーの。全然わかんない。美味しい。これは。に入ってたの、さっきそれ。シッシッ。やった、エビもらえる。食べたかったのに、食べたかったのに、ありがとう、美味しかった。いやもうなんか勢いがさ強いからさ、もうちゃんと喉奥にガンくる。怖いじゃん。うわー、最後良かった。3人被弾してるじゃん。悲しい気持ちになるわ、うん、楽しいね。でもだ、もう結構なくなってきてる。ちなみに今ですけど、値段が、はい、お、9,582円、あと500円、500円これ入れたらじゃ完食。いやいやいや、ハニクリームコロッケも完食してる。エビになってるけど、ね、それで終わる、ステーキで、うん、いいじゃん。お刺身もごちそうさまです。早いね、ユーザブトンステーキ1000円で、これで1枚達成です。やったー、やった D が完食しました。ねえ、辛じゃん。ねえ、辛やん。え、でも入ってるから。シッシッ。ラストのお料理でございます。1,2,3,4,5,6,7個なんですよ。とりあえず1個ずつだもん、ね。とりあえず1個ずつ、ね。じゃあ、いきます。うん。うん。うん。あれ、うまいよ。これね、ステーキ3つは持ってるんですよ。1人溢れちゃうんですね。その時は。これに頼りすぎだからね。はい、やばい、これ少ないですよ。え、ちょっと、でも、うん、色も全然変わってるな。マジでわかんないね。でもね、もういや、俺だもん多分これ。なんでそんな。さっき来てないもん。いやいやいや。ゴーフィッシュ。俺だ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 。はい。水がない。水がない、なんも。あ、水あるよ、水あるよ。これも水あるよ。ちょっと欲しいでも。いただきます。いただきます。もう全然、もう、もういいもん。ということで、1万円。完成。動画見てくれてありがとう。スカイピースさんとのコラボ目指して毎日投稿中。ハッシュタグスカイピースとギラで一体拡散してね。チャンネル登録高評価お願いします。大学時代の一面集合エモかったな。今このメンツで頑張ってるのも最高に楽しい。これからもいっぱい頑張るから応援よろしくね。